見えない。見事に勝利投手になって、プロ2年目2桁10勝をマークしました。今日のピッチングを振り返ってください。7回無失点でした。初回は本当にどうなることかと思ったんですけど、レイさんと話し合って、レイさんの見ただけ見てあげました。どうですか、かなり2大捕手の強気のリードってのもあったと思いますが、特にどんなボールが良かったでしょうか。まっすぐが良かったんで、そのまっすぐを消さずに、いろんなボールを使って、抑えられました。ナイスピッチングでした。さあ、2年目初の2桁10勝到達しました。やはりプロに入ってから10勝というのはイメージを持っていたと思います。改めて10という数字は今永さん、どんな意味を持っているんですか。そうですね、でも本当に全部辛かったなっていう思いはあるんですけど、やっぱり全て助けられて、10勝できたんで、これから残りの試合も全勝したいと思います。残りチーム37試合ありますので、あと6回くらい先発あると思います。よし、35勝しよう。いってくれますね。いけると思います。組んだ2年保守に伺います。まずリードの方から伺います。今日はどんなことを意識して守ったんですか。そうですね、本当に忘れてる、忘れないぞ。もう本当に思ったんですけど、分かんない分かんないです。もう一度お願いします。今永は頑張ってくれたと言ってます。すみません、ありがとうございました。峰さん、ちょっと試合中声出しすぎですか。そうですね。今日のバッティングの方も1回に見事に3点目のタイムリーありました。あのバッティング振り返ってください。今永の初回の苦しいのが立ち上がりをしっかり入れるようになって、なんとか入っていると、大人の気持ちで。分かんない。昨日の10回に代打で素晴らしいヒットがあって、さよならのホームインでしたが、このところバッティングの状態、とてもいいんじゃないですか。まあ、たまたま打ったところに来てくれる。ありがとう。後半戦、出番も本当に増えてきている印象もありますね。この後、どんな活躍をまた見せてくれますか。まあ、いつ出るか分からないですけど、何言ってたよ。しっかり自分の仕事をして、チームのチャンスが分かんない、分かんない、マジで分かんない。今永さんにもう一回伺いますが、もう阪神タイガースとのゲーム差がどんどん縮まってないくらいになってきてます。そのあたり、今後に向けてもチーム代表してお願いします。その 1.5 ゲーム差潰すぞ。昨年は果たせなかった、CS をハマスタで開催するということを、みんな頑張ってきて、皆さん、じゃんじゃんお越しください。イネイさんからも一言最後にお願いします。これからチーム全員で全勝するつもりで毎日戦争戦っていくので、しっかり勝っていきたいと思います。ありがとうございました。今日の日のインタビューはバッテリーの登場でした。続いて年間プレゼンツ完全世代化ヒーローの岩永選手、峰井選手には東急ハンズ横浜店より東急ハンズオリジナルカタログギフトとホテルハーバスト伊東デラックスツイン宿泊券が贈られます。プレゼンターは東急ハンズ取締役常務執行役員の西村和弘様です。
それではいつもので締めたいと